はい、今回、むせた。今回ですね、もうこんなカードあったんや。なんかレアもあった。レアとか白も全部あったような気がすんやけど、これしか持ってないんで別にいいっすけど。アルバロ・ペレイラですよ。ウルグアイ代表。87、高いね。確かサイドバックやってんね、確か。左か。左サイドバックやな。すごいな、インテルまで行ったんやからすごいよね。もともとポルトじゃなかったかな、なんかポルトのカードあったよね。で、このインテルの時やったっけ、なんか、キラカードとかレアカードあったよね。なんでこんなやつがレアなんっていう感じなんですけど。でも活躍した記憶はないですね。うん。代表では重鎮やったのかな、多分。ウルグアイ代表86、80。やっぱウルグアイ代表はやっぱりすごかったな。この頃強かったしな、スアレスとかカバーによって。うん。で、リタイアか。もうリタイアしてんやな。86キャップでエグいよな。ちょっと待って、86キャップでもしかして、この前のワールドカップ出てた？それはないよね。でも可能性あんのか、ワンチャン。やばいよな。なんでワールドカップ出んの、みんな。2010年出てますと。そして、2014年も出てますと。そして2018年は出てないと。だから2大会な。すごい。すごいじゃん。あ、いろいろ言ってんな。もともとはアルゼンチンでプレイしてて、ルーマニアとかでプレイしてんやん。で、ポルトにやってきたと。ポルトは3年ぐらいか。で、インテルに来て、インテルやっぱそこ出されたな。で、ブラジル行ったり、アルゼンチン行ったり、スペイン行ったり、パラグアイ行ったり、ウルグアイ行ったり、パラグアイ行ったり、あとヨーロッパの聞いたことないようなチーム行ったり、して、最後これエクアドルかな？かなんかで、エクアドルかコロンビアかわからへん、この国籍、国は。はい。で、引退と、こういう感じで。点々としてるね。でも去年ぐらいに引退してんやな。だから引退した。ほやほややん。はい。なんですけど、もう早くも監督してるね、これ。アルゼンチンのチームかな。カンバセレス。あら、読まれへん。ああいうところの監督をしてると。すごいな、指導者として。いつかウルグアイ代表監督なんのかな。